金曜日だよ、だって金曜日だよ、ジェムナウがねやられてると思うんですけど、金ジェムね、そう、金ジェムがやられてると思うんですけど、はい、今日はね、あのジェムがライブでいないので、はい、お留守番ということで、チキパが代わりにジャックしに来ちゃいました。ハロウィンだし、いっぱいいたずらしちゃおうぜ。ねえ、ちょっと今ハロウィン仕様になっているんですけど、うん、もう、まつの綱つけた、はい、しくやって、ちょっと今肩に猫が乗ってるんですけど、ね、あら、かわいい、この猫ちゃんが今、あら、今ね、本物の牙が生えた、牙じゃないか、角ね、角が光ってるアサミがいて、リノちゃん、リノどこ、あれ今日リノ来てたっけ、リノどこ、あれリノどこ行っちゃったの、あれリノどこ、リノお面取って、リノはね、リノどこにいるの、リノは、リノいるよ、リノお面取って、取ってるわ、リノリノお面取って、取ったわ、今日は仮面なんだね、ほら、ヘイがお面取って、ヘイが仮面なんだね、ハロウィン仕様だな、クリームなの、いろいろ来てますよ、トリックアトリートお菓子ちょうだいっていうのも来てますよ、いやな、なんかさ、お化けのさ、アバターの人多くない、ハロウィンだ、ハロウィンだから、かわいい、カボちゃんもいる、仮装してる、カボちゃんもかわいい、角持ってるね、めっちゃかわいい、ありがとうございます、いいね、ハロウィン、仮装もしてるんですけど、まあ、この金付き初めてではなくて、8月にも1回私たちピンチヒッターでね、出演させていただいたんですよね、はい、なんですけども、みんな前回のこととか覚えてますか、前回、あれ前回あれじゃん、816の前よ、あのメンバーの名前書いたじゃん、メンバーの名前書いたじゃん、あー、そうだ、あー、アイサイル、あー、あれか、リノが全部正解したんだよ、イエーイ、で、スイカ私食べたのにさ、みんな食べてたじゃん、そうだ、あのイジュアルなんだ、あ、そうそう、めっちゃ良かったね、めっちゃ良かった、初めてだ、いや、本当にそんなこともありましたけども、はい、久々の金地域ということで、ちなみに初めて見た方っていらっしゃいますか、ゆりあちゃん、はい、ありがとう、あさみ、いやー、ありがとう、初めて見た方、あ、はい、あ、しょうさん、初めて、ありがとう、リノ、おめでとうって、リノ、撮ってるわ、あ、ごめん、仮面か、今日マスカレードだ、あ、マスカレードフリフリの可愛いさやつもなかった、リノもう一個、なになに、なんか仮装準備してもらったやつ、リノさ、せっかくだし、ね、それピノつけちゃう、どうせきた、えそれそれそれ準備、あ、まずどこにつけるやつ、いや、だってさ、せっかくだし、じゃあちょっと準備してきて、やっぱ顔見えた方がいいじゃん、可愛い、可愛い、可愛いの、可愛い、めっちゃ可愛いじゃん、めっちゃ可愛いんだけど、じゃあその間にメンバー自己紹介します、おっとって、じゃあ自己紹介一人一人していきたいと思います、はい、じゃあ私からいきたいと思います、はい、リーダーの関根ゆな20歳です、よろしくお願いします、イエイ、ユニュー、そして、はい、最年少の鈴木マリアです、中学3年生の15歳です、よろしくお願いします、イエイ、はい、マリアのお姉ちゃんの鈴木ゆりあです、高校3年生18歳です、よろしくお願いします、へぇ、はい、長谷ひなです、高校2年生の16歳です、よろしくお願いします、イエイ、チュチュ、そして、はい、渡辺あさみです、20歳、栃木県出身です、よろしくお願いします、イエイ、そして、はい、島崎りのです、高校3年生の18歳です、よろしくお願いします、ブー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 とか言って意外と可愛いじゃんそう思った、何そうやの、自分で見てたらちょっと、ね、ちょっと意外と可愛いんだけど、こっちのが全然似合ってるから、可愛かった、いや本当に似合かったわ、今みんなでリノをいじろうっていう、そうだよ、今ユリアブー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 って言って下のモニター見たらさ、リノが可愛くてびっくりしたわ、これ何なの、これ何の、あ、メイドさんじゃない、あ、メイドさん、じゃあチキパーカーにメイドさんだし、じゃあ今日はこんな感じでお届けしていきたいと思います、はい、ちなみに登録がまだの方はですね、うん、左上の会員登録の場所から無料登録をすると、うん、ハロウィンの、ね、アバター作れたりとか、可愛いアバターリーゼントなんかもできちゃうんですけども、それをやっていただくとできますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします、お願いします、そして鳥のマークを押すと、あのね、金チキでツイートできるんですよ、なのでちょっとまだまだ観覧室行きたいと思ってますので、ね、来たい、ぜひ皆さん金チキでツイートしてください、お願いします、お願いします、願いが落ちるな、これもうすでに、うん、あれじゃない、拡散してくれてる人いるんじゃないの、ありがとうございます、ありがとう、めっちゃツイートしてくれた、ありがとうございます、お願いします、ありがたいわ、嬉
いてね。お願いします。そしてあれですね、今日は6人なんですけども、うん、はい、他にも3人メンバーがいまして、うん、みぞろぎセランがですね、うん、今日は違うまた番組に今出演していて、ね、関西組の2人が今関西にいるということでですね、はい、今日はこの6人でお送りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。今日この6人でいつもの感じでやっていくのかなって思ってると思うんですけど、はい、今日はそれだけじゃないんですよ。おー、はい、何番組終了前にランキングを読み上げた時に、うん、上位3位だった方に名前を呼ぶっていうだけじゃなくて、はい、今日はですねチキパのサイン入りチェキを皆さんにお持ち帰った。3位以内の人に渡しちゃうんです。やったね、びっくり。だから最後までよく見ていっぱいポイントを私たちに投げてください。お願いします。お願いします。1000人いったんじゃない。やったね。やったぜ。じゃああと2000人だ。結構ね来てるけど皆さんのコメントもたくさん拾っていきたいと思います。お願いします。ぜひたくさんお願いします。お願いします。あ、花川もいっぱい、ありがとう。カンさん、ゆうすけさんね、ありがとういっぱい。今日ちょっとここにはいないんですけども、うん、メンバーのセランがですね毎週月曜日ショールームでレギュラーが決まったということで、ありがとう。すごい、すごい、すごいよ。楽しみだね。いいね。いいな。お願いします。さてですが、はい、こんな私たちチーキーパレードなんですけども、はい、今月10月にニューヨーク公演に行ってまいりました。イエーイ、行ってきました。ちなみになんですけど、この中であれですよ、ニューヨーク来てくださった方っていらっしゃいますか。見てるじゃない。見てますか。パチパチ、ありがとうございます。見てますか。さっき名前見えてるからね。いたんだけどね、まだいるかな。いるかな。ガタガタ言っていないの。急にやりなさい、ごちゃごちゃ。ちょっとね、トモヤコメントがね、遅れてるんだ。あ、ありがとう。ユースト見てた。あ、ありがとう、ありがとう。あ、ごめん、ユリ、色白い？いいの、飛んでるって。いいな。そう、マリとお姉ちゃん見て、飛んでんだ。あれ白いね、なんか光の感じ。あれ、ユーニャン飛んでない。メガネつけてるからでしょ。あ、そう。じゃあ、色白いんだよね。ユーニャン最近色白くなったってさ、ちょっと思ってる。あ、本当に、うん、いいよ、ね、いいこと。いや、本当だわ。なんでやねん。あ、来た方今。あ、ゆうじさん、ひろきさん、ゆうきさん、ゆうすけさん、ありがとうございます。じゃあちょっとそのね、ニューヨークについて今話していきたいんですけども、うん、はい、まあ、ここではね、CBGB のライブだけではなくて、はい、あのミュージックビデオ撮影と、そしてそして、あとあれですよ、いろいろ撮ってきたりとかもあったりとか、言えなかったですということでですね、ちょっとなんかどういうことをやってきたかっていうのもちょっとね説明していきたいと思うんですけども、まずニューヨークには何の目的で行ったかはみんなね分かってると思うんですけど、何の目的で行きましたか。なんとですね、はい、私たちチキパのツアーを今年の4月から2月から、はい、4月から4月から行ってきたんですけど、そこでツアーファイナルをニューヨーク公演、しかもニューヨーク市内最大規模の CBGB で行ってきたんです。すごかったけど、ね、どうだったライブ、ほんま、もう本当に緊張したんだけど、うんうん、すっごい楽しかった。なんかファンの人がすっごいいっぱい盛り上げてくれて、めっちゃ嬉しくて、マジで溢れ出した。本当に心強かったよね。ね、本当に、本当マジ感謝ですよ。マジ感謝だね。本当にすごかったけど、わさびどうだった？行ってみて。そうね、やっぱり英語が結構難しくって、うん、1ヶ月間ここ塾に行って勉強してたんだけど。うん、やっぱり現地の方ってすごいスピードが速いじゃん。速い、聞き取れなかった。そうだから聞き取るのにね結構大変だったんだけど、リノがアサミホテル一緒で結構行動してたの一緒だったんだけど、
英語できるんですよ。やめてよ、なんだ。じゃあ、ちょっと今、そう英語で自分の自己紹介なんか。え、なんでよ、なんで、なんなんなんだ、このメールさん、何してるし。やってやって。いいよいいよ。じゃあ、リノ、ちょっと前に出てきて。え、あの、あれでいい？あの、この前さ、取材でやったの。いいよいいよ。ハロー。なんだっけ。Hello, my name is Rino Shimazaki. I'm Cheeky Parade member. Thank you. わー！なんか Cheeky Parade、もう一回できて。Cheeky Parade in the house。わかる？この中。わかる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 。え、待って、ヒナの方がうまいんだけど。ヒナやってる？いいよ。じゃあカメラだけでもいい。よし、Cheeky にカメラお願いします。いきます。3、2、1、どうぞ。Cheeky Parade。ちょっと！そこだけ？そうだよ。チーキーパレードだけだよ、初追いの。オッケー。え、でも、ユリア、怖い、今の。では、バカ軍の空気感が流れましたけど。まあ、ちょっとこの間2人、シラポラさんにも取材とかもしてたんですね。そう。じゃあ、もう1人のシラポラさんにいた人、まあ、一番ちょっと、取材に行った人。行った人ね、取材。あ、ちょっと、もう1人の。ちょっと英語で発音してもらってもいいですか？オッケー。じゃあ、自己紹介を行きましょうかね。Hello, my name is Maria Suzuki. I'm Cheeky Friend from. 待ってない。違う違う違う。あれユリアなんかやってる。ちょっと待って、みんなさっきは反応薄いから。違う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 。違くて、あの待って、あのすごい気になったんだけどさ、あらうあらうあらうって感じじゃなかった。ちょっとうまくしようとしたっしょ。だってリノしてるからね。だってもうリノみたいにしてる。一緒にマリアって来たの。その時にあの一人ずつその。あの英語で話さないからいけなかったの自己紹介で、でその時にマリアが発音いいだろうなと思ってたの、ニューヨーク行ったし、で、ね、聞いたのね、そしたらね、I'm Maria Suzuki みたいな、めっちゃ片言で、片言だった。いや、でもさ、でもさ、そう言って言うじゃん、マリとヒナでさ、シャラパワーさんのところ行って、うん、2人とも英語できないじゃん、うん、だからもう、あお、はい、みたいな感じで。本当ですよね。ありがとうございます。全然ね、全然。まあでも、でもメンバー最年長はやっぱ英語できるかもしれないじゃん。え、最年長確かに。さすがに二十歳だし。そうだよ。今日はちょっとやってみたいと。二十歳だからできないとね。ちょっと、じゃあ、言ってほしい分言って。何がいいかな。じゃあ、好きな食べ物と自己紹介。あ、いいね。Hello, I'm Asami Watanabe. I'm pineapple! いや、私はパイナップルない。パイナップルだよ。いいじゃん。いや名言 I'm favorite fruit pineapple。 私のお気に入りパイナップルだ。やらずパイナップル。 I like パイナップル。 パイナップル。 My favorite fruit is pineapple。 ちょっと待って、ちょっと待ってねえ、ここ塾行ってた人いるよね。ここ塾行ったよね。ヤスミンこんだけできなかったけど、あれできるよね。できるできる。さすがにできるよね。できる。いや、ユーニアだから。ヤスミンで思っといてよかったなって今。今のはね。いや、やっぱね、ユーニアアイディア。思いました。はい。あの、私はニューヨークのお話をもっとしたいでござる。そう。あ、いいよ。そうだね。じゃあ、英語の発音はまあ、見てもらったから。英語はもう見てもらったから。今やったのは、まあ、ある、まあ、次の。ちょっと見ていただきたかったのでやったんですけども、はい、じゃあ、 あの、まあ、CBGB のお話もたくさんしてるんで、ここファンの方見ているじゃないですか、うん、なんでちょっとファンの方と一緒に行った思い出なんかも、うん、いいね、いいね。じゃあまずはコミコンでツアーの方と一緒にお会いしたけど、はい、すごかった。まずこのさ、パーカーをみんな着てくれてたから、そう、嬉しかった。すごい景色だったよね。すごかったけど、どうした兄の、え、アピールしてみた。赤、赤すごかったね。なんだっけ、いろんなさ、ニュースとかで取り上げていただいた時もさ、あのたくさんの方があの仮装してて、なんかハロウィンみたいだったね。ね、なんか今日ハロウィンだからさ、すごかったよね。スマートマンとかさ、なんかいっぱいいたよね。進撃の巨人とかもいた。そう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 。で、ゆりはその中で、あ、ハロウィン何しようかな、ハロウィン近いから何しようかなって考えてたのに、今日ね、忘れてたの。仮装これしかなかった。なんか急いでやったから。チキパもやったら本格的になりそうじゃない。でもね、え、やりたくない。でもね、やりたい、やりたいね。チキパーティーとかもやりたいね。ちょっとハロウィンに、あ、ごめんごめん、また話が、ごめんごめん。あとほら、ファンの人とご飯食べたよね。食べた。そう、美味しかったし。あれ楽しかったよね。食べてないわ。
テーブルごとでさ、いろいろ話したりとかして、そうそう、メンバーがね、いろいろテーブル行ったりしてさ、1個さ、めっちゃ落ち着くテーブルがあって、あ、わかるわかる、ずっと行ったかったでしょ、わかるわかるわかる、端っこで行こうとかなってさ、あの机の下に隠れた覚えがこう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 のここでしょ、抵抗するじゃん移動したくねえとか隠れてたんだよ、今ね、すごい楽しかった。なんだったっけ、ご飯何が出たんだっけ、なんかお肉とか、そう、なんかね、ステーキが乗ってる、なんかフランスパンみたいな、はい、出た、あの生ハムが、ああ、メロンに挟まってたか巻きつけてあったか、生ハムメロン、そう、あったあった、それあった、ね、めっちゃおしゃれだったよね、ねえ、つらわとかさ、と食べた以外にもさ、うん、チキパ毎日ご飯とかね、いっぱいずっといろんなとこに行かせていただいたんですけど、すごい楽しかったよね、ね、じゃあなんかもうティーボンステーキっていうのを食べに行ったんですけど、こんなでっかいんですよ、ステーキが見れなかった。で、あのもうほんとマネージャーさん含めスタッフさんと6人ぐらいで1枚を食べるっていうのをやったんですけど、そう、もう3切れぐらいでもうね、お腹いっぱいになっちゃって、ね、で、あの某シウさんが、マネージャーさんね、マネージャーさんがもう全部食べてくれたんだから渋さんのボリュームがね、帰ってきた時大きくなってたんだよ、だから皆さんイベントの時渋さん見たら太ってるか見てみてね何キロ増えたのって来てる何キロ何キロ増えました、2キロぐらい、結構リアルに増えてるやんけ、ね、結構リアルや、結構ね、かわいい、さて、そんな感じで、はい、ちょっといろいろニューヨークの話たくさんしましたけども、うん、はい、なんと私たち GT パレード両A面シングルが12月3日、キャンディーポップギャラクシーボムと、キズナパンキーロックを発売します。これね、いろいろミュージックビデオとかも撮ったけど、はい、この2曲は本当にニューヨークのために作られたみたいな曲で、うん、はい、そうだね、キャンディーポップギャラクシーボムは、なんと7分半あります。長い長いね、すごい、でも曲調もすごいポップでさ、本当になんかニューヨークっていうかアメリカンって感じの、なんか可愛い曲だよ、ね、そうだね、個人個人とかさ、結構キャラが色が分かるよ、ね、ゆうちゃんの歌詞とかやってない、振り付けとかも可愛いしね、そうで、ミュージカル調になってんだよね、そうだから7分って最初長いなって思ったんですけど、うん、実際チキパがレコーディングしてみたらそれぞれの個性があの聞こえるっていうか、うん、感じられる曲だからすごい楽しくて最後まですぐ終わっちゃうし、はい、そうだね、確かにすごい、しかもあのミュージカル風の振り付けって言ったんですけど、だからいろんなメンバーの表情を見たりとかもして、ね、全然飽きない7分だなって、そうだね、すごかったね、はい、おコメントで、本当にミュージックビデオ素晴らしいって10回見たよって方がいたみたいです。みんな iTunes で買ってくれたよっていう人も、ありがとう。ユーニア可愛かったって。ありがとう。ね、ノリいいよね。ヘイヘイパパパンってね。そうだね。そんなね、最高なミュージックビデオでですね、なんと今日はニューヨークで撮影したキャンディーポップギャラクシーボムのミュージックビデオを皆さんと一緒に私たちの解説好きで見ていきたいと思います。よっしゃー、これあれだね、解説好きっていうのがポイントだね。そうだよ、うん、ではいきますよ、早速見ていただきましょう。チーキーパレードでキャンディーポップギャラクシーボム。でもね、髪の毛うねって終了、このうねりね、はーい、ありますメンバー、楽しない、ありがとうございました。待って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 、なんか来た、なんか来た、もう変わってなくない、どうしたん、普通だよ、変わってない、めっちゃ良かったね、良かった、リンのどう思った、ちょっと感想言って、やっぱり私もマリアが言うように何回も見たら泣いちゃうから、あんまり見れなかったんだけど、やっぱこうやって改めて言うと本当にいい作品だな、あれなんか照れてる、ね、顔隠れてる、ねえ、リンのリンのリンのリノ、マリより鼻の穴大きいじゃないの、あ、そう、なんかね、さっき腫れて、うん、鼻がえ、ちょっとリノさ、ニューヨーク行ってからってちょっとさ、調子に乗ってさ、天狗になってんじゃないの、あら、そんなことない、ほんとにさ、そんなことないよ、ほんとに、なんで照れてんのってさっきから、そうじゃないの、照れてたらお面つけて、ちゃんとお面つけて、お面つけて、今つけてんだけど、みんなお面つけて、今つけてる、じゃあこのまま進んでいきますか、はい、よろしくお願いします、しましたけど、しましたけど、はい、ということでですね、はい、やばい、超面白かったね、ミュージックビデオ皆さんいかがでしたか、どうでしたかね、めっちゃよく、でもすごいたくさんね、8分間でたくさん感想いただいてたね、うんうん、ありがとう、ありがとうございます、本当に一緒の思い出だね、うん、だってファンの方も映ってるもんね、ミュージックビデオに、そうそうそう、スタッフさんも映ってたりもね、うん、
世界で一番アイドルです。うん、一番のってことかな。ありがとうって。ありがとう、ね、ありがとう、よかったね、本当に、ね、このミュージックビデオは YouTube とかね、ゆりやん。そう、 YouTube とかあとチキパのオフィシャル。みんなめっちゃ台本読むじゃん。じゃあちょっとこれは振ってくれたんだね、ありがとう。そう、ユリアが台本読みます。はい、このミュージックビデオは YouTube やチーキーパレードのホームページでもご覧いただけるので、今の続きもぜひって言ったんですけど、あれこれで全部です。全部公開させていただきました。はい、だから皆さんチェキやらせてください。お願いします。はい、お願いします。そして12月の14日日曜日に ZEP ダイバーシティにてチーキーパレードニューヨーク凱旋集会を行いますので、皆さんぜひぜひ来てください。来てください。そう、あえてワンマンライブって言ってないんですけど、ライブだけじゃなくてトークとか、いつもねノンストップなライブを売りにしてるんですけど、でも今回はやっぱりニューヨークでね、ジェスチャーとかなんか表現力もいろいろ身についたので、トーク力とかも、なのでトークとかもいっぱいできたらなと思います。みんな行くってありがとう。ありがとう。もうスケジュール書いておいて。そうだよ、書いてください。よろしくお願いします。お願いします。今見てもらったんですけども、今の実はショートバージョンで、実はね、オフィシャルパッケージ CD に入るのはロングバージョンって言って、ミュージックビデオまだまだちょっとね、うん、まだ公開してない部分が、ね、あるので、そこだけで注目してよろしくお願いします。お願いします。それではじゃあ早速次のコーナーに行きたいと思います。毎週キンジャムで行われているチャレンジコーナーがあるみたいなんですけど、うん、それを今日はチキパも行っていきたいと思います。題してトリックアトリート地域あキャンディーポップはギャラクシーマムチャレンジ。イエーイ。今エコーかかってたのに。なんかさ、前もエコーかかってたのに。そうなんだよね。なんだっけ、前回だよ。なんかさ、地域って見ると地域にしか見えないじゃない。ユナ、もう一回やる？もう一回やる？もう一回やる？じゃあやろう。オッケー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 。題してトリックアトリートキャンディーポップはギャラクシーマムチャレンジ。イエーイ。出ました。今日はハッピーハロウィンということで、今から投票で一人のメンバーを選んでいきたいと思います。選ばれたメンバーはですね、向こうにカメラがあるんですけども、そこに行っていただいて、残りの5人はお題の言葉を英語でスケッチブックに書いて回答していくんですけども、この5人が正解したらポップで可愛いキャンディーが今日はもらえるということなんです。しかし万が一、ちょっとこれ投げられたんですけど、別にポンコツじゃないんですけど、やっぱポンコツなんだよ。超ポンコツ MC。 イエーイ。じゃあこれね、万が一誰か一人でも流した流した。ギャラクシーボムという名の風船が最初に投票で選ばれたメンバーの顔の前で割られるみたいな。なんで？顔の前だよ、顔の前。そんなことない。じゃあさ、英語絶対外せないじゃん。なんか英語できない人がここに座った方がいいんじゃない？そうだよ、そう。うん。そうだよ。じゃあまずユリアがそう言ったように、あっちの椅子に座るメンバーを今から決めたいと思います。でもさ、みんな英語できるもんね。ね、え、何言ってんの。じゃあ、ここになんかいるよ。さ、あれで何言ってんの。さっきあの、暗いかもしれない。自分のパイナップルに行ってます。じゃあ、できるよ。じゃあ、じゃあ、今この番号配ってくね、みんなに。はい。それでちょっと足並み座る番号をね、みんなに選んでもらいたいと思うんですけど、まあ英語ちょっとできなそうだなみたいな子を選んだらいい感じになると思う。でもその選ばれた人はパンってやつとか受けるかもしれないでしょ。そうだね。だからまあパンって受けてほしい英語できなそうなメンバー選ぶ。マリアもなんかさっきからずっと黙ってうつむいてるけど、英語できるアピールしとかないとやばい。そうだよ。一応避難もしといた方がいいじゃない。いや、避難しといた方がいいよ。マリアシャープロー。本当だ。ユリア別に心配してないから。地味にユナもアピールしとかないとやばいかも。そうだよ、しとかないとダメだよ、ね、ということで、じゃあ今番号札今持ちましたね。皆さん、じゃあこの番号を今から見てください。オッケー。 1,2,3,4,5,6 って今持っている番号があるので、はい、このメンバーはちょっと英語弱そうだなっていうメンバーに投票していただきたいと思います。じゃあ投票準備が整ったということで投票していただきましょう。それではスタート。お、いい感じに音楽流れたよ。番号を投げてください。ボールをね、あれ、なんか青となんかすごい黒、青と緑、あ、オレンジ、アピールしてみて。みんなできる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 。これはね、投票しに行く。 I can! I can! ウィグリーでしょ。
よかったです。I can speak English。これはさ、何？やってみたいな。I can できる。君の瞳が眩しい。青が多い眩しい。青ナンバー。ナンバー5。この2番。Hey guys, go round. 5秒前。投票が出たということで、あれ2番誰だ ?2 番マリアだよ。マリアマリアやっぱそうなるか。じゃあマリアあっちの席行ってきて。ねえ、本当にみんな頑張ってね。アサミン特に頑張って。オレンジもちろん2番だよ。マリアお願い。本当に。え、私アサミン、アサミン。マリアお願い。キャンディーポップして、お願い。違うよ。ヒレたちが答えて。マリアとアサミと。え、言うな、言うな。じゃあ5番もか。4番。4番だ、4番だ。意外と多かった。さあ、行きましょうかね。じゃあ、マリアが答えない人だね、要は。答えない人ということで。ということでですね。じゃあ、早速やっていきたいと思います。さあ、ちなみに、あ、ちなみに、ゆうきりんが金ジェムで、ショールームっていう英語を前書いたみたいなんですけども、行きますよ。後ろ後ろ、こっちこっち。これが、じゃん、こちらです。あれどうした？やばくない？ショールーム。いや、ショールーム余裕でかけるんだけど。マリもかける。ねえ、だって出てるレギュラー番組。そうだよ。レギュラー番組のスピード間違えるってやばい。だからさ、チキンパがもらっちゃう？もらっちゃう。もらっちゃう。やっぱ乗っ取るべきなんだ。後輩には悪いけど。やっぱもらっちゃうべきなんだ。やっぱまあ、ゆうきりんこ様、ポンコツ MC ということで。はい。紹介してください。返しちゃう、返しちゃう。すいません。じゃあ、お願いします。さあ、じゃあ今からスケッチブックがやってまいります。ありがとうございます。さあ、ということで、はい、じゃあスケッチブック今から配っていってですね、ここにみんなで英語を書いていきたいと思います。はい、揃いましたね。ペンあるかな。で、今、お題の英語がね、ここにあるみたいなんですよ。なんで今からまあ、何問かあるみたいなんで、パパッとみんなで書いていきたいと思います。いきますよ。じゃあ、バン、じゃん、英語で、この5、5個の英語があるんですけども、まあ、誰がどれを書くかっていうのを、やっていく感じですね。え、待って、できるみんな、大丈夫？地味に難しくない？難しい。難しい。ガチなやつじゃん、これ。めっちゃガチじゃん、これ。誰ですか、出したの？え、どうする？え、だって、え、かぼちゃって英語で何？パンプキン。パンプキン。言っちゃったやん。え、どうする？これって、英語で書くんですか？え、スペルも合わせないといけないんですか？じゃあマリア、ま、割り振って。あ、そうだよ、そうしよう、そうしよう。じゃあ、あの、難しい、一番難しいのは、ユニアにして、コンパクトディスクだから、リノコンパクトディスクね。いいよ、そういうの。お姉ちゃん、あ、アサミ。うん、いけるかな。いけるいける。ふぅってわかる。わかる単語でしょ、わかるわかってる。じゃあ、一番、英語で言う。ヒナは、オクトーバー。これならいけるはず。でお姉ちゃんはパンプキン。クッキー。クッキー。いけるね。いけるいける。ちょっとこれ。ちょっと待って。よっしゃ、一番緊張の時は。じゃあみんな書いていきましょう。え、英語に変えて書くんだよね。そう、日本語と英語で書いて。じゃあちょっとマリもこの裏に寄っていていいですか？ちょっとみんな待って、自信ない。普通にコメントで答え書いてもいいですか？コメントで答え書いて。チキパワー、コナンナクストでやったんだよな。オクトーバー、オクトーバーあまりかけるんだよ。え、あれ、めっちゃ無難。正解。3番正解。スペルがちょっと4番正解。
うん、正解です。じゃあ一斉にやります。はい、わかんない、どうだろう、合ってるか、あれ日本語も書くんだっけ、うん、じゃあ一斉に見ていきたいと思います。出せそうかな、 OK、 見ていきたいと思います。せーの、バーン。じゃあまずリノからいこう。いやこれ合ってなかったらちょっと辛いんだけど。リノはなんて書いたの。なんかコンパクトディスク CD、 CD って CD って書くからさ、コンパクト、確かに、おーおー、あーダメだ、正解だって。じゃあコンパクトがリノじゃなくてアサミいきましょう。はい、お化け、ゴースト、え違う、違う、待って待って待って、すっげー、どこが違います。ゴースト、ゴースト、ゴースト、違うよ、ゴーだよこれは、ガストみたいになってる。違うよ、エッチ入るんですかここに。惜しい、惜しくないわ、バサミにしたら惜しいかも。だよね、惜しいよね。で、どこまで行った、10月なんで、あ、間違えた、待って待って待って、オクトーバー、しかもさ、オーカットベイ、やばいやばい、オーカットベイ、みんなオーカットベイ、オーカットベイ、オーカットベイとか来てるよみんなから、オーカットベイ、なんて、じゃあネクスト行っていい、じゃあネクスト、ネクスト、あ、CD 正解だって、よかった、すごい、よかった、よかったね、すごい、オーカットディスク正解、一番ね、じゃあ私行きます。クッキー合ってるのかな、合ってる、大丈夫じゃないかな、クッキー合ってますか？合ってると思う。あー、よかったー、おー、合ってた、合ってた。では、ネクスト、私。ふん。パンプキン。どう？合ってる。合ってる！やったー！やったじゃないよ！じゃあ、ちなみにマリアは、マリアは何て書いたの？じゃん。ちょっとマリアを写してもらって。1、お化け。2、コンパクトディスク。3、オクトーバー。あ、オクトーバーって言うマリア。え、あってない、あってない、4番パンプキン、5、クッキー、一番ひどいのはマリア、マリア、さっきお化け英語で割った、いやー無理無理無理本当に無理、本当に無理、これは嫌いなんだけど、一番まあ本当に無理、なんだっすよね、一番まあ正解がひどかったということで、そうだね、まあそのマリアに顔の前で風船、うん、お届けいただきましょう。じゃあマリア、心の準備はできてますか。私も嫌いこれ、じゃあ5秒前からカウントしていきたいと思います。せーの、5、4、3、2、1、うわあ、ね、みんなさ、もっと正解してくんないと。マリアちょっとアップで映ってみて、まつげ青くね、びっくりした、青くなった、びっくりした、青くなった、青くなった、青くなった、どんな体だよびっくりしたマリア、お疲れ様、お疲れ、戻っておいで、いいよ、いいよ、戻ってきた、はい、もっとマリア勉強しな、いや、おい、お前キャンディ欲しかったな、そう、キャンディ欲しかった、可愛いキャンディ欲しかったな、ちょっとショックでしたけど、まあまあでも勉強になったということで、はい、マリアのまつげが青く、青くなったということで、以上、キャンディポップはギャラクシーボムチャレンジでした。イエーイ、イエーイ、さあ、猫が落ちてくる、さあ、早い、もうエンディングだって、早い、あら、ま、早くない、あ、2000人近く見てもらってますね、今、やばくる、え、じゃあみんなもうちょっと待ってさ、お願いだから2000まで行こうよ、行きたい、行こう、行こう、2000まで見てくれないと、いたずらしちゃうぞ、じゃあぞ、じゃあちょっと時間も迫ってるということで、あさみからお知らせがあります。え、あ、間違ったどんな間違いやねすいませんね、ということで順番がちょっとね、楽だったね、ということでですね、今後のチキパのお知らせをしたいと思います。まず明日はですね、白金祭という学園祭に出演させていただきます、はい、ぜひ皆さんお越しください。そしてその後に赤坂ハロウィン、赤坂ブリッツにてイベントに出演させていただくんですけども、これたくさんのアイドルさんが出るイベントでして、今日もさっきね、お笑い芸人さんもそうなんですよ、さっき記者会見にも出させていただいたりとね、本当に本当に盛りだくさんのハロウィンのライブになっていますので、ぜひぜひ皆さん仮装して遊びに来てください。あと10人で行くよ、お願いします、お願いします、お願い、あと9、あと9、お願い、じゃあ1991人の皆さんに
にもう一つ、はい、明後日は私たち初めて築地でライブさせていただきます。フィッシュだフィッシュだね、フィッシュグランプリということでですね、はい、この日限りの歌を歌ったりなんかもしちゃうと思いますので、ぜひ皆さんお時間ある方遊びに来てください。はい、お願いします。ではあの感謝の気持ちを込めて13位の方から名前をお呼びしたいと思います。今から名前を呼んだ1位から3位の方に私たちのサイン入りチェキを差し上げます。パソコンのラグなどでランキングが変動していても今から私たちがお呼びした方が該当になるのでそこはご了承ください。本当は2000人超えました。おお、来たー、やったー、やったー、やったー、本当に超えた、すごくない、初めてじゃない、すごい、ということで、はい、じゃあ13位の方からみんなで呼んでいきます。13位の方、はい、せーの、目4、10、12、13位の方、あ、ムーメリーさん、ムーメリーさんだ、ムーメリーさん、ムーメリーさん、ムーメリーさん、続いて12位、ブルームーン、ブルームーンさん、ありがとうございます。そして11位、センシラン、センシラン、ありがとう、ありがとう。10位の方、キョンジン、キョンジン、キョンジン、ありがとう、ありがとう。7位は、せーの、ミズポン、ミズポン、ありがとう。6位は、ショート、ショート、センキュー。8位の人飛ばしてない？あ、ごめん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 。じゃあ8位の方ね、次、8位の方、カー、ニックさん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 、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ次は6位かな。あとは6位の方、6位はゆかりね、5位くんで、しょうくん、しょうくん、5位しょうくん、ありがとう、やった。4位はゆうすけ、ありがとう。こっからですよ、3位、でででで、せーの、かんさん、イエーイ。そして第2位は、せーの、ブライアン、ありがとう。お、第1位は、ブライアンと1位のひろきはサイン入りチェキプレゼントです。ゲッチュー、ありがとうございます。ゲッチュゲッチュ。その他の方にもたくさん見てくださったね、2000人以上の方も、うん、お名前噛んじゃった、お名前も呼びたかったんですけども、ぜひあのまた見ていただけたらね、その機会に呼びできればなと思います、うん、ありがとう。チェキはですね、お問い合わせから3位のカンさんとブライアンとヒロキさんはですね、メールをしていただくとゲットできるそうなので、うん、ぜひ皆さんメールしてください。お願いします。さて、今日は金締めながらなく金チキだったんですけど、うん、みんな楽しかった？楽しかった、楽しかったね、早かったね、今日も早かった、ね、ちょっと1分変わって、今日はハロウィンと重なって仮装もできたりなんかしてね、風船割られちゃったりもしたけども、ね、はい、楽しい時間をお届けできたと思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。では来週はまたいつもの金ジムだそうなので、皆さんお楽しみにしていてください。あとセランのもね、そうだね、セランが月曜日、毎週月曜日の9時から、ね、11月の3日から始まる、ね、そうなので、はい、お願いします、見ていてください、お願いします。それじゃあ12月3日発売、そして12月14日ライブがあったりとか、盛りだくさんのチキパなので、はい、ぜひまたショールームで皆さんお会いしましょうね。ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございました。ということで私たち以上、クナマイキで攻撃的なチキパレードでした。バイバイ、ブロイコメ。